どうしたの？どうしたの？お母ちゃん、僕にはお父ちゃんがないの？何を言うの？誰がそんなこと言ったの？だって、みんなが僕にはお父ちゃんがないんだって。そんなバカな。ねえ、アキオ、あんたにはちゃんとお父さんがあるのよ。ただ訳があって遠いところに行ってらっしゃるの。いつかきっと帰ってらっしゃるわ。本当？お母ちゃん、お父ちゃんいつ帰ってくるの？いつって遠いところだから今すぐには帰ってこないけれど、でもいつかきっと会える時があるんだから泣かないで待ってるのよ。わかった？でも泣くんじゃないのね。アキモ、お前また泣いてたな。男は泣くもんじゃないぞ。え、母ちゃん、弟の加減どうだい？ありがとう、おかげでとてもよくって。はあ、よかったな。それじゃすいません、またお薬お願いします。ああ、いいといいと。アキオ、行ってきてね。
お願いしようと思って。これをしっかり持って。これはお薬代だから、お医者様に行って出すのよ。落としちゃダメよ。うん。じゃあ、お願いします。ああ、いいよ。最高。さあ、おいでおいで。ほら。坊や、おとなしくしてなくちゃダメよ。うん。ってなって。じゃあ。お願いします。はい。はい。常蔵さんのことどう思う？どう思うって、またこの間の話なの？考えといてくれたか。常蔵さんはあの通りいい人だし、お前さえ来てくれたら子供も引き取って可愛がるというんだ。なおかよ、お前がいつまでも一人でいるからつまらないことも言われる。八丁までがててなしごだし、毎日つらい思いをしてるんだ。義理の親でもできさえすりゃ、この世の中なんてものはな。でもお父っつぁん、昭夫は横川の子です。いつか一度健さんに会って、この子はあなたの子です。お父さんと呼ばせてやりたいんです。バカ者、いつまであんな男に未練を持つのだ。俺たち一家が生まれ故郷を離れて、苦労した末、こんな山の中へ流れ込んできたのは誰のためだ。みんな健太郎のためだぞ。世間知らずの前を騙して、子供ができたとすると見向きもしない。挙句の果ては行方知れず、お前がテテナシゴを産んだというのだ。死んだ婆さんは一生肩身の狭い思いで泣き暮らしたんだ。そんな男に会いたいなどといつまで。おかよ、少しは恥を知れ。それから見りゃ、常蔵さんなんぞは神様みたいな人だ。他国から流れてきた俺たちの面倒を見てくれるばかりか。お前の身の上を知って、嫁にもらってくれよというんだ。おかよ、常蔵さんにいい返事をしてやってくれ。でもお父っつぁん、世間が何と言おうと、清の父親は健さんなんです。死んだというようならともかく、この世に生きている限りは血のつながる親子ですもの。いつかはきっと神様が会わせてくださるような気がするんです。いつまでもバカなことを言ってんなよ。6年の間お前を捨てた男に何で会えるものか。たとえ会ったところでこのわしは許さんぞ。あんな男に秋夫の血なんぞと言わせてたまるか。でもお父さん。許さん。彼ね、うん、学校が始まるからね。でも
冬の休みにはまたきっと帰ってくるよ。母ちゃん、元気で別れよう。僕は来年卒業したらすぐ君のお父さんの許しを受けて結婚するつもりなんだ。ね。でも、私のお父さん頑固なんですもの。私たちのこと許してくれないかもしれないわ。大丈夫。きっと分かってもらえるよ。ね。ね、母ちゃん。私の一番の親友よ。ねえ。ええ。ジズさん、ごめんなさいね。私、恥ずかしかったんです。兄さんも恥ずかしいの？バカ。まあ、バカだな。ねえ、カエちゃん。あなたが私のお姉さんになってくだったら、私、こんな嬉しいことはないのよ。ねえ、兄さん。東京行ったら毎日手紙をよこすのよ。私、カエちゃんにそっと渡してあげるわ。うん、そうか。じゃあ頼むよ。望みもなくなったのか、誤ったことをいたしました。人の知らせです。
駆けつけて行った時はもう息も絶え絶えでしたが、私の手を力いっぱい握って、かよちゃんは今頃どこで何をしているだろう、もしかしたら健太郎の子を産んだかもしれない、苦労をしているだろう、申し訳はないと申しました。最後の言葉がこれでした。かよちゃん、母と地図に念じてどうか兄のことはくれぐれも堪忍してください。ご主一生のお願い、たった一人で今日まで私は生きてきました。もうダメです。心にもない人と結婚をして遠い台湾へ参ります。一生故郷の月も増えますが、おそらくあなたの顔も見られますよ。地図は18の昔が恋しい、何も知らずに夢ばかり見ていた乙女の頃が懐かしい。どこまでこらえて読み続けたが、こらえきれない塊が、一時にあふれてハラハラと、友の手紙の文字を消す。と呼びかけりゃ三山遠きふるさとに、お下げの髪をなびかせたあどけない日の思い出が、うるむまぶたにアキボ、待ってろよ。
帰りに言ってやるからな。ああ、じゃあ行っといて。本が見たいの？おばちゃん探してあげようか。え？あ、これがいいわ。ね？おばちゃん、どこが悪いの？おばちゃんとこのおじちゃんが病気なのよ。それでお薬もらいに来たの。坊やん家どこ？山の向こうだよ。そう、ずいぶん遠いのね。歩いてきたの？うん、馬車車で来たの。そう、大変ね。横川さん、横川健太郎さん。はい。横川さん、お待ちどうさま。あ、どうもすみません。坊や、さようなら。気をつけてお帰りよ。金ちゃん。あら、姉さん。おめかししてどこ行くの？ちょっと。姉さん、どこ行ったの？ん？お医者さん。もういいの？まあ、相変わらずね。はっちゃんとかい？ええ。遊ぶのもいいけれど、あんまり深入りしちゃダメだよ。それは悪い人じゃないんだけどね。男なんて惚れちゃダメだよ。惚れさせなくっちゃね。どう？お薬持ってきたわよ。すぐ飲む？飲もうか。先生、何か言ってたかい？いえ、別に。あ、そうそう、お医者さんに可愛い男の子がお薬取りに来てたわよ。あんな子供可愛いよね。今でもあんなところで働かせてすまないな。
何言ってんのよ。くよくよしないで早く良くなってね。散々身を持ち崩した俺がまともに生きることを知ったのはお前と会ってからだ。お前もあの頃はすさみ切った女だったが、不思議に二人の間には何か通うものがある。お互いに泥沼から這い上がるつもりでやっと仕事を探してこんなところまで来たのに、またお前をあんな場所で働かせることになったんだな。苦しいんだ。大丈夫よ。今の私はやっぱり這い上がろうとしてるの。正しい暮らしをするという希望があるんですもん。どこで働いたって心配なことないわ。こんな女だけれどあんただけを頼りに生きてんのよ。ねえ、気にしないで早く良くなってね。もう休まない？これ用意しておくわ。後で食べてね。じゃあお風呂行ってお店行っちゃうわよ。ね。薬割っちゃったの？うん、転んだら割れちゃったの。まあ、坊や、一緒においで。おばちゃんとね、お医者さん行って頼んであげるからね。だってもうお金がないんだもの。いいわ、いっさ行こう。泣いたりなんかしちゃいけないわ。泣いたりして、あ、ちょっと待っててね。いい子だからね。おかみさん、おかみさんが後ろ場にいるよ。あ、そう。あ、おかみさん、あの、すいませんけど。なんだ、また薬代かい？自分の勝手なことばっかりして少し虫が良すぎやしないかい？いや、貸さないとは言わないけどね。そこは愛みたまえ。お店のためになるお客のサービスぐらいはね。いくら？あの、5円ばかり。すいません。坊や、お待ちどうさん。さあ、おいで。行こう。おい、お先。いっぱい飲ませろ。昼間から景気がいいんだね。せいぜい飲んでちょうだい。せっかく来たんじゃねえか。どこ行くんだよ。ちょっと、すぐ帰ってくるわよ。
がいなきゃよそ行くよ。そんな旦那褒めないで、実家行ってきますよ。さあ、わかんなさいな。じゃあ、みんなお客様じゃないの、何してんだよ。おたけさん。ようさん、いらっしゃい。そんな心配になったって、実家行ってきますよ。待ってたら馬車のおじちゃんが通るんだろ。うん、キャラメルあげようね。遊ぶのよしね。時々町おいで、おばちゃんが遊んであげるから。本当？じゃあ切ってくるね。あ、おじちゃんだ。おじちゃん、おじちゃん、おじちゃん、おじちゃん。なんだアギボ、お前こんなとこで遊んでたのか。ずいぶん損しまったじゃないか。なんだ坊や、お前あのおばちゃんと遊んでたのか。うん、バカだな。おばちゃんと遊んじゃずしていけないの。お前言わないと思う。何言ってんだ、坊やとは仲良しだね。坊や、うん、だからってね。じゃあ行こう行こう。はい、乗れ乗れ。おばちゃん、今度来るとき、鈴蘭の花持ってくるよ。ああ、待ってるよ。さよなら。さよなら。大丈夫だよ。お前がそうやって働いてるとこを見るとな、お父さんももうじっとしちゃいられない。久しぶりだ。わしが水汲みをするからな。お前この布団をあげてきれいにしとくれ。そんなこと気にしないで、お医者様がいいっておっしゃるまでゆっくり養生したらどうなの。何、大丈夫だよ。本当に大丈夫。心配せんでもいい。
してくれるわい。今日はいいお天気だな。あきおはどっか行ったのか。町でお友達になったおばさんにあげるんだって。スズランと見に行ったわ。このおばちゃんだよ。怖いんだね。どこのことか知らないけど、子供の来るとこじゃないよ。さあ、みんな何ぼやぼやしてんだよ。早く行っとくれよ。さきちゃん、製麺所の吉田さんなんだよ。お前さんが目当てなんだからさ、早く行っとくれよ。坊や、行こう。おさきさんが遅くてお気の毒様ね。何さ、私だっていいじゃないの。冗談言うない、比べ物になるかい。どうせそうでございましょうよ。おかみさん、私じゃお気に入らないんですってさ。あら、来なかった？先生、お待ちかねよ。もう、どこ行ったんだろう。こうさん、こうさん。おやじのおじいちゃん、まだ悪いの？もう治っちゃったよ。だから今日は、お医者様へ、お母ちゃんとお礼に行ったのさ。そう、よかったね。おばちゃんちのおじいちゃんは？ん、もう治って働いてるよ。おばちゃんちはいいな、おじちゃんがあって。坊や、そんなにお父ちゃん欲しいの？うん、欲しいさ。毎日兵隊ごっこにしたってみんなに泣かされんだもん。どうして？お父ちゃんがないから。そうね、坊やのお父ちゃんどこ行っちゃったんだろうね。僕の赤ん坊の時、どっか遠いところ行っちゃったんだって。おばちゃんちのおじちゃんってどんな人？どんな人って。ひげ生えてる？ひげなんかないわよ。何やってんの？お店で働いてるわよ。仲良しのおばちゃんだよ。子供がいつぞやお世話になりましたそうで。いいえ、とんでもない。本当に可愛いお子さんですね。お母ちゃん、これおばちゃんに買ってもらったの。本当にすみません。いいえ、あのすぐそこなんですけど、ちょっとお寄りになりませんか？ありがとうございます。お母ちゃん、おばちゃん家行ってみようよ。ね、坊や、いらっしゃい。どうぞ。
本当に汚いとこなんですけど、どうぞ。お母さん自殺まで仕掛けたんだ。幸い命は取り留めたが、上元で言うのは
そのケンさんという人のことばかりだ。別に頼まれて来たわけじゃないんだ。見かねてきたんだ。これからそのケンさんという人にも頼みに行こうと思ってんだ。どうだろう。ちょっとやめてよ。姉さん、この通り。お願いする。子供のために手当を返してやってもらえないだろうか。姉さん、それでわざわざ訪ねてきてくれたってわけなのね。あたいの顔なんかくっついてんのかい。姉さん、ね、お客さんよ。おい、帰ろう。まだいいじゃないの、ね、お感情だってさ、ほら。すいませんね、お姉さん酔っぱっちゃダメじゃないの。この花を持ってきた子が、あの子が父親を恋しがっていたんだ。長い間探してた父親は私の亭主だったのさ。ねえおたけさん、世の中だね、私の仲良しの子や敵役だったのさ。あの子は言ってたよ、お父さんはいつか帰ってくるって。だから待ってるんだってさ。私はどうすればいいんだろう。だけどお前さんだって随分あの人と苦労したんだろ。あっさり別れられるかい。別れるなんて嫌だ。おさき、早く来いよ。何がおさき。
気だよ。いいの。何するおかみさん、あたしは今日家に帰るよ。姉さん、危ないわよ。姉さん。あ、危ない。おい、お先。おい。何さ、酔ってなんか言いやしないわよ。綺麗なおかみさんとこ行きたいの？子供んとこへ帰りたいの？変な顔しないでさっさと行ったらいいじゃないか。いつだって別れてやるよ。だが、お前と別れるのなら誰がこんな苦しい思いをするか。何が苦しいのさ。子供のことが気になるんだろ。つまんないこと言うな。何がつまんないのさ。横浜さん、来ましたで、来ましたで。何が？招集令状が。ご苦労様。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ、ごめんなさい。俺は立派に行ってくるからな。ねえあんた、お願いがある。何だ？私と別れて。え？教官に別れてほしい。私と別れて坊やのところへ帰って。あんたはもうすぐ行ってしまう。もしも万一のことがあれば、もう坊やに二度と会えないかもしれないのよ。長い間待ち続けたおかみさんや坊やに、今度こそ会ってあげてちょうだい。坊やだってどんなに喜ぶか知れないわ。ねえ、帰ってあげて。ねえ、そして坊やのうちから立派に出世してあげて。お願いよ。で、お前はどうするつもりだ？私なんかどっちみちなんとか生きていける人間だわ。心配しなくてもいいの。それより一番大切なのは、子供の心にお父さんは立派な人だったと思わせることじゃない？それが今あんたが残していく一番いいことなのよ。私だってあんたが立派な人として出世してもらいたいわ。そしてあの仲良しの坊やに、私もおばちゃんはいいおばちゃんだったって言ってもらいたいの。
間に。おじさん、私です。誰だね、お前さんは。あ、健太郎です。横川健太郎です。貴様何しに来たの？今頃どの面下げてのめのめとやってきたの？帰れ、帰れ。おじさん、実はお話があって伺いました。話なんて聞きたくない。帰れ。おじさん、誰でもない。重作さん、重作さん、お願いです。ちょっと開けてくださいね、重作さん。来い、行くな。お母ちゃん。重作さん、お願いです。開けてください。重作さん。どうや。こんな野良犬のような白状者に口を利くことなら。お父っつぁん、何にも言わないでね。何を言うんだ。この年寄りをこんな田舎の踏切板にまで落ちぶれさせたのは誰のため。申し訳ありません。今さらあなた方の前に出られた義理じゃない。しかし会ってお詫びを、お詫びをと思いながらも、しかしこんな私にも国家のお召しがあって動員令が下りました。もう再び嫁に帰れないかもしれません。至らなかった今までの私のことを許していただこうと恥を忍んでまいりました。実は明日出世いたします。坊や、お前のお父さん強い兵隊さんよ。本当かよ、お母ちゃん。さあお父さんのそば行っておいでね、え秋夫。坊や。お父さんよ。坊や。お父さん、
家から立たせてください。親子三人で彼の出世を見送らせてくださいね。お父さん、お父さん。秋夫、お父さんと親と三人でおばあさんのお墓参りをしてくるんです。それからな、お前の好きな軍歌を村中聞こえるような大きな声で歌っていくんだよ。うん、いいな。母の背中に小さい手で振ったあの日の日の丸の抱いて、明日は誉れの